皆さんこんにちは、星の子です。今日は人気情報アプリのルクラのご紹介と、そのアプリを参考にハーフアップトンボリヘアのヘアアレンジと、そのヘアスタイルに似合う赤リップを持続させるテクニックっていう記事があって、とても面白そうだなって思ったので、アプリを参考にしながらやっていきたいと思います。それでは早速スタート。はい、まずこちらのルクラというアプリ知ってますか？最新のトレンドがたくさん詰まったアプリなんですけど、まあ、こういうアプリってたくさんねあると思うんですけど、その中でも私がこのアプリで気に入ってる点、その1、まずねこちらの探すっていうところから自分の見たい記事をね探すことができるんですけど、例えばまずこちらのビューティーっていうジャンルをタップします。そうするとビューティーの中でもメイク、コスメ、デパコス、プチプラ、コスメ、ダイエットみたいにまたジャンルがね分かれてて、プチプラが見たいって選ぶと、またさらにこうやってプチプラのブランドごとに分かれています。なので自分がこう見たいプチプラのブランドもまたこっからさらに選べるんですよ。あとはこのメイクだったらちょっとリップメイクが見たいなとかって調べたりとか、こんなにね検索をこう絞れるっていうところがすごくいい。でもちろんこの一番上の記事やタイトルやキーワードで検索っていうところから、自分のね探したいキーワードだけここから打ち込んで検索することもできます。そしてその2のねジャンルのところに子育てっていうジャンルがあるんですよ。なかなかこういうトレンド情報アプリで子育てにまつわる記事が一緒になってるアプリってなかなかないなって思うので、ここも気に入ってる点です。でもう一度見たい記事はこの右にあるお気に入りっていうボタンを押せば、この右下のお気に入りっていう自分の欄にねお気に入り登録することができるので、いつでも見返すことができます。でここに今日やりたいハーフアップトモリに似たようなヘアアレンジの方法が載っていたので、このやり方じゃーこんな感じなんですけど、これをね参考にしながらアレンジをしていきたいと思います。じゃあやっていきましょう。まず用意するもの、ヘアゴム、ヘアコテ、スタイリング剤、髪全体をコテで巻き、スタイリング剤をつけます。私が好きな巻き方は毛先をまず外跳ねにしていく、この内側の毛もこうやって横向きながら器用にやっていきます。首のやけど注意です。もうほんとね巻き方は適当です。こんな感じかな。外ハネにしたら、今度は私は顔周りを外ハネにしていって、でこの表面をねとりあえず適当に巻いていきます。で外巻き2回、内巻き1回、外巻き2回みたいな感じです。外巻きを多めにやっていきます。でこっちも外ハネにして、で2回外巻きにしたら内側に巻く。どうせ結んじゃうのでこの辺は適当です。真ん中にコテを入れて回して、とりあえずこのまま待ってから、ちょっと毛先にずらしてもう一回巻いて、くるくるっとほぐすっていう感じでいつも巻いてます。はい、とりあえず全体を適当に巻きました。でスタイリング剤はトリエのウェーブフォームの6番、揉み込む感じで塗っていきます。はい、できました。したら今度はポップ、髪を取り分けます。顔周りを少しこのぐらい残すのかな、少しずつこう残していって、横はこんぐらいかな。はい、こんな感じ。そして最後に、あ、もう最後なんだ、お団子の部分の髪を少しほぐします。はい、できました。どうだろう、こういうヘアスタイルやったことないからすごい変な感じ。
ないっていう感じでとっても簡単でしたね。なんかそしたら次にこちらの赤リップ美発色長持ちテクニックをおさらいというね記事をね見つけたんですよ。韓国の方はこういう髪の毛に赤いリップをつけてるなんかイメージだったので、このヘアに似合う赤リップをつけていこうかなって思ってこの記事を参考にしていこうと思います。通常メイクをする際はスキンケアのタイミングでリップバームを塗ります。メイクの最初に塗らなくても口紅を塗る前は必ずバームで整いますよね。ですがそうするとリップバームの油分が口紅を弾き発色がやや薄くなるのです。初めの発色が良くないと当然色持ちは長く続きません。そこであえて口紅を先に塗り後からバームを重ねましょう。先に口紅を塗ります。今ね結構唇のコンディションがいい状態なので大丈夫。今日塗っていくのはこちらクリニークのポップチェリーポップの08番、こんな感じの結構明るめの赤リップです。指で輪郭もぼかします。こんな感じです。でそしたらねこの後にリップバームを塗るっていうことなので、今回使うのはポール&ジョーのねリップバームを使っていきます。うん、いい感じ。これで少しはオルちゃんっぽくなれたかな。こんな感じでとっても参考になる記事がたくさんあって、私は結構子育てのことだったり韓国のねトレンドだったりをたくさん調べるんですけど、そういう記事もたくさんあるし、毎日1200記事以上が新しく更新されるみたいで全然飽きないし、自分が見たい記事は絶対に見つかると思います。詳しくは概要欄に貼っておくので、このアプリが気になった方はそちらからチェックしてみてください。この動画が良かったよって思ってくれた方はグッドボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。